今日は多くの男性たちから共感の嵐を呼んだ男が嫌いな女子の特徴っていうのを5つご紹介します。男性には大いに共感していただいて、女子の皆さんにはそういう風にならないような努力っていうのをねしていただきたくて、今回は特別に対策も含めてご紹介していきますよ。では早速1つ目、すぐに靴を脱ぐ、すぐに自分の履物を脱ぐ人っていうのは低層観念が低いっていう風に言われていて、大昔から男子にいい印象を与えないんですよね。居酒屋で靴を脱ぐ、時間が長いからねセーフかもしれない。でもね、スタバに行って靴を脱ぐとかカフェみたいなところでも靴を脱ぐっていうのはね、さすがにこう怠惰な印象を与えちゃうんでね、やめときましょうね。では2つ目、食事マナーが悪い。これはね男女共通なんですけども、やっぱり食事マナーが悪いと相手に与える印象って良くないですよね。女子の皆さんに絶対言っときたいんですけども、男女ともに悪いことですよ、食事マナーが悪いのは。でも女子が食事マナーが悪い方がやばいんですよ。これなぜかというと、男子って食器ガチャガチャ言わせる、物くちゃくちゃ噛む、そういうのってねあったら一切モテなくなるだけ以上、わかりやすいんですよ。でも女子って食事マナーが悪くてもモテることがあるんですよ。これが落とし穴。なぜかというと、チャラい男の人っていうのは皆さんの食事マナーが良かろうが悪かろうがお持ち帰りしたら終わりだからね、食事マナーとか気にしないんですよ。普通に考えていい彼氏を作ろうと思ってたらマナーちゃんとしないといけないんですけども、それがなかったとしても多少モテてしまうから直す機会がないっていうのが女子の食事マナーに関する落とし穴なんですよね。3つ目、裏表が露骨。わかりやすいのがぶりっ子ですよね。男子に対してはすっごいいい人なのに、同性の女子に対しては適当なコミュニケーション取っちゃう人。女の子と遊ぶ約束してたのにキャンセルしてイケメンが来てる合コンに行くとかね、そういうのがやっぱ男子側から分かっちゃうと一気に印象悪くなりますからね。もちろんね、異性にいい顔をするっていうのはねありですよ、男女ともに。でもそれと同じぐらい同性にもいい顔をするようにしてもらいたいんですよね。これはね、八方美人になってくださいって言ってるわけじゃないんですよ。自分が素で出せるいい部分っていうのをアピールできる範囲でみんなに対していい自分を見てもらおうって思うだけでいいんですよ。無理しなくていいですよ。4つ目、笑わないこと。笑わない女子っていうのはモテないですよね。もちろん当たり前なんですけども、些細なことでも笑顔になった方がいいですよね。自分も笑顔になりながら話した方がいいですよね。神器臭い顔で話すよりも笑顔で話した方が皆さんも聞きやすいんじゃないですか。では5つ目です。さっきのを聞いて笑わせてくれない男の人が悪いと思った人、残念ながらピンときちゃった人いるんじゃないですかね。すっごい皆さんの気持ちわかるんですよ。面白い話をされてもないのに、面白いものを見せられてもないのに笑えっていうのって酷じゃん。相手のせいじゃんそれって思うかもしんない。ただね、男女両方に聞いてもらいたいんだけども、特に初対面の場合って先に笑うのってすごくね苦労することなんですよ。相手が面白いかどうかってわかんないじゃないですか。基本的には身内ネタっていうのは面白いですよ。自分が普段いるグループとか自分が普段いる会社の人たちしかわからないネタを話すと面白いんですよ。今日僕が言いたいのは、何それ、それ山田先生の真似これ身内ネタが全然面白くないですから、周りの人からしたらね。初対面の人の話を面白いって感じるのってやっぱりちょっと時間かかるんですよね。うちはネタが使えないから。それでも相手が笑ってたら楽しい話ってポンポン出てくるんですよ。話しやすいし、先に笑う方が負担かかる。先に笑える人っていうのは常に周りの人を笑顔にするからびっくりするぐらいモテるんですよね。笑顔はフライングしてなんぼ。最初は辛いかもしれないけど習慣づけてみてください。そしたらびっくりするぐらい友達が増えてモテるようになりますよ。これで終わっても全然構わないと思うんですよ。十分伝えたいことは伝えた。でも我がアラのチャンネルはね、2つのテクニックを1つの動画に、この異常なペースで更新される動画をですね、ぜひ皆さん逃さずキャッチしていただきたいので、ぜひチャンネル登録をしていって続きの追加テクニックを聞いてください。では追加テクニック、女子向けでさっき5つ気をつけることを言いましたよね。この5つ全部払拭するっていうのはね、いろいろ意識しないと難しいと思うんですよ。でね、すっごい簡単に皆さんのいい部分を相手に伝える方法っていうのをご紹介するんですが、それは漫才を見た後にサクッと会うってことなんですよ。これいろいろボロが出なくていいんですよね。まずは面白いものを見ます。面白い YouTube を見てもいいし、漫才の動画を見ても構わないし、面白い友達と電話をした後でも構わない。とにかく見分けてしまう、あんまり面白くないことでも笑ってしまうっていうような精神状態でお相手に会うんですよ。そしたら先手の笑顔っていうのが出やすくなりますよね。そして長時間会わないこと、そしたらちょっと気を抜いたら靴を脱いでしまうかもしれないとか、悪い食事マナーが出ちゃうかもしれないっていう中、サクッと会うっていうこの時間を短縮することによってそのボロが出ないようにする。悪い部分を隠すっていう意味じゃなく、皆さんのいい部分を男性にチラ見せしようっていうニュアンスで参考にするようにしてみてはいかがでしょうか。では本日のまとめです。男が嫌う女子の特徴っていうのは5つあります。すぐに靴を脱ぐ人、これはちょっと軽そうに見えるんですよね。2つ目、食事マナーが悪い人、これは男女共通ですね。3つ目、裏表が露骨な人。4つ目、笑わない人。5つ目、それを笑わせない男の人が悪いと思った人。これを簡単に払拭する方法が、漫才とか面白いものを見た直後にサクッと会うっていうのがおすすめですよ。では本日の一言でーす。男はチラッと見えるものに恋をする。男の人っていうのは胸元とかね、スカートとかチラッと見えるものに過剰に反応してしまったりする生き物なんですよね。それと同じように皆さんのいい部分もチラ見えすると、この人ってもっといいところあるんじゃないかな、期待を持ったりとか、もっと知りたいなこの人のこと、あの笑顔もっと見ていたいなっていう風にね、男子は感じたりするんですよ。いい部分はチラ見せする、そして短時間の間に会うっていうのは対男性にとってはね、すごくいいテクニックなんですよ。これ使いこなすことができるようになったら、女子の皆さんはめちゃくちゃモテるようになりますが、男子の皆さんを手のひらで転がしすぎないように悪用厳禁ということでよろしくお願いします。ではまた明日も会いましょう。アディダス。